はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐藤です。すっかりね、暑い季節になりまして、まあ梅雨とはいえね、晴れ間が覗くと結構ね、こう紫外線が厳しくて、あっという間に日焼けする季節ですね。僕ももう外で結構作業したり、あと最近だとね、釣りによく行ってるので、すっかりね、白いお肌がこんがりと焼けてしまってるわけなんですけども、今回お話ししようと思うのが、メダカの日焼けについてのお話になります。で、これどういうことかというと、先日ね、メダカのイベントでこんな感じの相談を受けました。ラメのメダカを購入して、家で飼ってるんだけど、飼ってるうちに、なんかだんだんラメラメ感が消えて、黒くなってたと。これって何なの？ってどうしたらいいの？っていうようなご相談を受けました。で、メダカの体色の変化とかね、飼育容器の色によってこう、メダカの体色も変わるみたいなお話って、多分いろんなところで、よく耳にすることだと思うんですけども、今回は、ラメ好きの僕としても、ちょっとこれはね、お話ししたいなと思ってる。ラメメダカの体色の変化。簡単に言うと、メダカの日焼け。のような症状についてちょっと詳しくお話ししていこうかなと思っています。ということで行ってみましょう。メダカは容器の色や日当たりによって見た目の印象っていうのはね、大きく変わります。これはラメのメダカについても同様に当てはまります。じゃあ具体例を出しながらちょっとね、解説していこうかなと思うんですが、我が家で飼育しているこれベテルギウスというね、ちょっと変わった名前のラメ系のメダカ、とってもねラメがキラキラで綺麗な子なんですけど、たまたま容器が開いてなくてですね、黒容器、黒のジャンボタライ、前に動画でご紹介した黒のコメヒさんのジャンボタライで1ヶ月ほど飼育しておりました。その状態がこちらなんですね。どうですか？これ正直ラメラメ感はないですよね。オレンジのね、色味は残ってるんですけど、体色はなんかドス黒くなっちゃって、とてもこうラメが綺麗なメダカちゃんとは言えないかなと思います。で、この子たちを2週間ほど青色の容器に移動させて飼育しました。その変化がこちらになります。撮影時は青い容器から黒のこのボールに移動してちょっと撮ってるんですけど、どうですかね、かなり変化してるのが分かりますよね。しっかりラメのキラキラした感じとね、柄も綺麗に出てるかなと思います。で、ちなみにこの容器を置いていた環境をお話しすると、黒容器の置き場所、最初に入れてた黒容器の置き場所っていうのは午前いっぱい直射日光が当たって、午後からは直射日光はもうね、当たらなくなるようなところですね。で、青容器についてはもう昼前ぐらいから、ずっと日が当たって、夕方ぐらいまではこう直射日光が当たる位置なんですけど、ただ棚を組んでいて、その、2段にしてる棚の中段に下の方に入れてたので、そこまで直射日光ね、ガンガンってわけではないです。ただ周りは常に明るいみたいな状態ですね。こういった環境でそれぞれ育ててみた結果になります。メダカの体色がね、これ同じ品種ですよ。同じ個体ですよ。で、これだけ変化するってことが、この動画比較してみて分かったと思いますけど、なんでじゃあこんな変化が起こるの？というところをちょっと詳しくお話ししていこうかなと思います。で、とてもベーシックな内容なんですけど、メダカには体の体色のね、保護色機能っていうのがあります。で、保護色って何っていう話なんですけど、生き物が周囲の環境、色に合わせて自分を溶け込ませて、主には外敵から身を守るための、体色変化の機能のことを言います。で、ちなみにこの保護色っていうのは色の話なんですけど、姿形とか行動によって隠れるってことを、擬態っていう風な、専門用語で言います。で、保護色機能、保護色の例としては、イカがね、なんか背景の色に溶け込んでこうステルス機能みたいにシューってなんか色がね、じわーって変わるのをテレビとかで見たことある方いるかもしれないですけど、イカが背景の色に溶け込んで体色を変える、ああいうのが保護色というものにあたります。
で、メダカも同様に体の色を周囲の環境や色に合わせて変化させることができるというのが、まずね、このメダカの生き物としてのね、一つの性質なんですよね。で、ここからちょっと難しい話に、まあ仕組みの話になるんですけど、まあ一応簡単にできるだけ噛み砕いてご紹介しますと、メダカには黒、黄、白、虹っていう4種類の色素胞と言われる、まあ体の色を司っている細胞があります。で、このうち黒と黄色と白は背景の色に合わせて、色素胞がね、バラバラって散らばったり、ギューってまとまったりする拡散凝集反応っていう、まあ反応をね、示すと言われています。これが保護色の機能に大きな関係があります。で、例えて言うなら、まあある一つのこう大きさのね、部屋があったとして、そこに黒色のボールをね、床いっぱいにまあ適当にバーっとばらまくと。そうするとまあ遠くから見たら部屋の床全体は黒く見えますよね。でも部屋の中央にボールをかけ集めたら、遠目で見たら全体としては黒いのは部屋の真ん中だけで、床全体はまあ黒く見えないというか床の色が見えるみたいな、これがね、あの拡散凝集、集まったり散らばったりする反応っていう、その見え方の違いっていうのがこんな風に説明できるかなと思います。で、そんな色素胞の動きについてなんですけど、これまた2タイプね、あると言われています。で、今言ったような部屋の中にあのボールが散らばったり真ん中に集まったりするみたいな色素の動き、色素胞の動きっていうのは短期的に行われると言われていて、これを専門用語で短期配置反応、もしくは短期配置適応と言います。短期、まあ短いっていう意味ですけど、まあ具体的に言うと、このメダカの細胞では数分程度でこの色の変化が起こっているというふうに言われてます。なので、まあ多分ね、経験あると思うんですよ、メダカ飼われた方は。なんか黒い容器に入れてたら柄がしっかり見えてるのに、白い容器に入れた途端なんか薄く柄がね、飛んじゃったみたいな、色がなんか薄くなったみたいなのを見たことがある方って多いかなと思います。まああとはね、メダカすくいなんかでこう黒いボールにわーってすくうと、結構綺麗に柄が見えてたのが、袋に入れてなんか上から覗いてみたら、あれ、なんかさっきまで綺麗だったと思ったメダカがなんか色薄くねみたいな、そんなのがまあ短期的な、配置反応っていうのに該当します。今ご説明した短期配置反応の他に、もっとね、長期間のスパンで起こる色の変化というのもあるんですよね。これが今回、見ていただいたこの僕のラメのメダカで起こっている長期的な、色の変化、これを長期配置反応、長期配置適応というふうに言いますけど、これがね、今回のメダカの退色、まあもっと言うとメダカの日焼けというような、現象、症状に関係しています。で、この長期配置反応は、長期間で、起こる変化なんですけど、具体的にどのぐらいかというと、いろんな文献をね、調べてみたところ、だいたい数週間もしくはそれ以上の期間で変化が起こると言われていて、まさに今回のは2週間ぐらい別の色の容器で育てた結果、まあこれだけ色が変わってると、まあこういったような数週間レベルで色が変化する、これが長期配置反応という、現象ですね。はい。で、ちなみに長期の体色変化っていうのは、細胞の数とか形の変化も起こすそうなんですよ。さっきの例で言いますと、その部屋の中に散らばっているボール一つ一つが色素胞なんですけど、その短期的にはその色素胞の数、ボールの数は変化しないんですよね。ただ場所がこう散らばったり集まったりして変化すると。一方で長期の配置反応の場合は、その部屋の中にあるボールの数自体が増えたり、あとはボールのその大きさ自体がね、大きくなったりすることによって、その色の変化が起こるという風な具合ですね。今言った短期と長期の配置反応、この保護色機能っていうのは主にメダカの視覚、要はね、
目から得られた情報をもとに起こるらしいという。でさらにメダカは水面と、自分の体の下側底面からの光の量の差を感知しているという研究結果もあるそうです。でちょっと話が飛ぶんですけど、僕がメダカ飼育始めた頃にね、体外光とかラメを伸ばすやり方として、白容器で飼育しているメダカの稚魚に、LED ライトでガンガン強い光を当てて、体外光を伸ばす方法とか、容器の底面と側面でこう色を塗り分けてね、これで、ラメとか体外光を伸ばすやり方っていうのをこう教えていただいた方がいたんですよね、うん、でその当時はこれってどういう理屈で、そういう風に体外光とかラメが綺麗に出んのっていうのが全然分かんなかったんですけど、今こうやってメダカを育てて経験して文献なんかを読んで勉強したら、この光の差、まさにメダカから見えてるこの色、もっと言ったら色が反射する光の量の差というのをどうやらメダカは感知して、体外光とかラメとか、柄とか、いわゆる保護色の機能を発現させるというところで、今思えばこの時教えていただいたこの体外光ラメの伸ばすやり方っていうのはね、やっぱりある程度効果がありそうというふうに、納得できますよね。で話を戻すと、今回の例で言いますと、黒容器と青容器での色変化も黒と青で光の反射具合が違うので、やっぱり影響出てると思います。でさらに日当たりもね、この黒の場合と青の場合で場所移動したので、付け加えてその変化も加わって今回の、保護色の機能が、出てるのかなと思います。で本当は容器の色と日光の量、強さは別で考えないといけないと思うんですけど、ちょっとねそこまで細かな話は普通の愛好家さんレベルでは、正直いらないのかななんて思ったりして、もし誰か実験したことがあったらコメント欄で教えていただけたらと思いますけど、今回はちょっと そういう風なね切り分けはしていません。でここからが重要で、ただこの長期の配置反応も、要はね変化したものが元に戻る性質があるみたいです。で数週間かけて変化した体色っていうのは、また数週間かけて戻ってしまう場合が多いということですよね、これを可逆性、行ったり来たりできるっていうのを可逆性なんかって言いますけど、長期の配置反応っていうのも可逆性があると言われてます。でただしまだここでねちょっと難しい話、例外が出てくるんですよ、真っ黒なメダカとして有名なオロチいますよね、とか最近特に人気が出てきてるワズミっていう品種は、オロチをかけて作られたと言われてますけど、この配置反応が現れない、もしくはかなり現れにくいっていう特徴を持ったメダカたちなんですよね。なので今回僕が容器の色とか置き場所を変えてもろにこの反応が出てるラメ系のメダカ、今回の品種に関しては反応がよく出てるんですけど、オロチやワズミっていうこのメダカたちは変化がね少ない、もしくはないんですよね。なんで例外がいるっていうところもまたポイントになってきます。なかなかメダカ奥が深いですよね。こうなってくると、じゃあうちで飼ってるのはどっちなんやみたいな感じになってくると思うんですけど、ちょっとそれは置いといて、僕がちょっとこうやって一通り読んだ文献などでは今説明したような内容で、書かれていることが多かったんですが、ただね細胞数の変化、細胞の数の変化を伴うってことは、オロチワズミ以外の品種でも、おそらくこの品種ごとにとか育てている、系統ごとにとかね、あとは成長段階によってもこの差っていうのはまちまちだとやっぱ思うんですよ。生き物ってね、その0と100でこう分けられないので、やっぱ中間的な表現の子もいたりとかいろいろいるじゃないですか。不可逆的な性質を持ったメダカもいるんじゃないかな、もしくは状況もあるんじゃないかなというのを個人的には思ってます。要はね、大人になったメダカちゃんっていうのは、容器の色を変えて飼育した結果色が変化しても、また
別の環境に戻すと色が戻ることが、まあ、多いと言われてるんですけど、張り子とか稚魚とか成長の途中だったら、まあ、体が作られてる途中なんでどんどん細胞が増えてる途中っていうふうに考えたら、まあ、全部じゃないにしろ一部は増えた細胞がね、例えば元に戻らない、減らなかったりするんじゃないかな、なんて、まあ、素人ながらには思ったりしました。やっぱり稚魚期に容器の色をとか、まあ、環境を変えるっていう飼育方法結構多いと思うんですけども、僕はやっぱねその辺のあたり結構狙ってね変えてみたりしてます。でもちろんこれも稚魚と成魚で細かなね具体的に数値をこう全部記録して実験したわけではないので、はっきりどっちになりますっていうふうにはもちろん言えないんですけど、また論文なので面白い結果なんかが出てればちょっとねこの動画でご紹介していきたいなと思ってます。というわけで今回の、動画のまとめになります。ラメのメダカに限らず多くのメダカは、容器などの背景色や日当たりによって、まあ、日焼けのように黒っぽく体色が変化することがあります。ただしほとんどは容器の色や日当たりを変えると時間をかけて戻る、可逆的な反応ですと。ただ一部例外はありますというのが今回の動画のまとめになります。ということで、ラメのメダカがね真っ黒になっちゃって、なんかラメが綺麗じゃなくなっちゃったよと、やばいやばいと思った方、ほとんどの場合は戻ります。安心してください、戻りますよ。というわけで、履いてますよ的なね感じですけども、ラメのメダカね、あの綺麗なメダカを買っていって家でなんか黒くなっちゃったよという方は、一回その日当たりとか容器の色とかをちょっと調整してみて、どういう風に変化するかっていうのをね、まあ自分のところでプチ実験していただければなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。ちょっとね今回難しい専門用語とかが出てきてしまってうわーってなった方いるかもしれませんが、まあこんな感じでメダカもあのいろんな仕組みでね体色が変化したりしてるんだよというところで、少しでもこうメダカという生き物について興味を持っていただけたら幸いです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら。